奈良県のほぼ中央に位置する黒滝村は、奈良のへそと呼ばれ、村の 96% が山林です。今日は80年生きてきた木の伐採の日。東京から移住し、ここで山仕事に従事する梶谷哲也さんを訪ねました。この木は80何年やはり生きてきて、でこれまで僕たちみたいな昔の山行きさんたちが手を入れてこういう木の姿になっているので、まあ、寝かすように倒してあげたいですね、はい、山の仕事で14年になりますか。こういう山で自然の中で黙々と木と向き合って仕事をしていくっていうのが向いている人間っていうのも日本中にたくさんいると思うんですよね。そういう人たちにこういう仕事があるんだよとかいうのをきちんと届けられる仕組みもまだやはりないと思うので、自然の中で仕事して、やっぱお昼ご飯美味しくて夜ぐっすり眠れるとか、そういう人間らしい仕事ができる良さっていうのもやっぱり伝えていく必要もあるなと思いますね、うん、時間という価値を見つけた梶谷さんが木と向き合う時の姿に感動するのは、本当に好きなことをしている人の素直な心がにじみ出ているからなのでしょうか。真っ暗だった山、枝を一本落とすことによって光が差し込んで、そしてそこにまた緑が生まれるっていうような、なんか頭じゃなくてなんか感覚としてやっぱ美しいんですよね。もやがねわーっと下から上がってきて、あの雲に包まれて周りが全然見えなくなる感覚とか、そういう鳥肌が立つような感覚っていうのが失われてるから、そういうのは残念だなと思いますね。全部僕たちがした仕事っていうのはですね、木の中に記録されていくんですよね。木が成長する中に100年後のね、世代の人が、あの時の平成の何年の仕事は悪いなとか、そういうのが全部記録として残るので、やっぱり恥ずかしい仕事はできないなっていうのはありますし、そういう歴史の長いね仕事っていうのもあってもいいんじゃないかなっていう気はしますね、はい。100年前が今へ、今が100年先へ、梶谷さんの託した思いが黒滝村の木に今刻まれてゆきます。ここに美しき日本があります。